まあ結構その日本ではそういう報道多いかもしれないです。でもすごく本当にスケートのことばっかり一日考えてるというか、だからそこうなんそです飲食たまりにしよ。いや本当に全てを管理して徹底的にっていうで気づいたらなんかこうベッドに入ってみたいな感じですか。まあそういう時もあるかもしれないですね。だって安藤さんと小田君一緒に見てもらうんでしょ。そうですね。半々じゃなかったらあかんじゃないですか。うん、何対何ぐらいなの。91ぐらい。91。そうですね。まあ一日見てもらってる量は。僕がおいおだと回転の時はこうした、アドバイス分かりました。行ってきます。うん、できた。講師できました。あれ見てない。もうそういうこと。決定的な。決定的な。全然見てませんよ。どういうことですか。そこで回っとけみたいな感じですか。あ、そう、本当になんかとりあえずこれやっててみたいな感じで練習しといてみたいな感じ言われて、ちょっとスピンしてね。で、見て、で、いや、できたみたいな感じで。あ、できた。みたいな感じ。ただでもモロゾフさんっていうのはコーチとしてのテクニックもあるし、ね、その地位もあるし、その政治的な力もあるし。そうですね。信頼できるコーチだと思います。いくらかかんの？言うとあかんねや。あ、いや。100？1 ヶ月でだいたいモロゾフコーチの月50万なのかな。年間で600。年間で、2人やったら1200万や。そうですね。やるな。でもほとんどあれやろ、安藤選手見てんねやろ。あの、小田君と安藤さんの場合はね。でも、ほとんど他の女の子も。子も見てる。でも一番よう見てた、安藤さんのこと。まあ、もう一番ですね。ダントツ。何よりも。何よりも安藤選手をもう。ほんだら、もう、お邪魔虫。いや、本当に。だから、僕、オリンピックまでの2年間は、本当に3人で行動することがすごい多かったので、本当に、まあ、邪魔というか。仮に、